今日から俺は YouTuber、京都サインボクシングジムの小松です。Twitter 始めました。今日は、ボクシングにおいての、ちょっとフットワークと、そのキレを出すために、腰の浮きにくくなる太ももの使い方っていうのを紹介してみたいと思います。よくあるのが、フットワークが苦手とか、なかなかキレが出にくい人っていうのは、こういうふうに構えてもらったときに前ももに思いっきり力が入ってしまってるんですね。前ももに力が入ってるんで、一回一回パンチを打つごとに亀が必要になってきます。ここで一回下がって打つ、下がって打つっていうところでテンポがどうしてもワンテンポ遅れるようなボクシングになってしまうんですけど、今回ちょっと紹介するのが、前からちょっと言ってるような後ろの太ももがすごい大事だっていうところで、そこのちょっと使い方をうまいこと感覚入れれるようなちょっと教え方ができればなと思います。で、よく言ってないこの太ももの上の方ですねが大事だっていうふうによく言ってるんですけど、どっちかというと今日はこのちょっと膝の裏からここのちょうどお尻の付け根、ここのところをしっかり使うように、使ってもらえたら、そのフットワークとパンチのキレっていうのが上がりやすくなるので、ちょっとその違いを僕なりにちょっとやってみたいと思います。普通に前ももにこっちの方に意識を置くと結構イメージはこういう感じです。なんかちょっともっさりするというか、どうしても、打ち終わりとかにその返しがちょっと打ちにくいような感じになるんですけど、こっちのこうですね、イメージはこのこことここを引き伸ばすようなイメージですね。こう一本の線を、いったらハムストリングスをピーンと伸ばすようなイメージで乗ってもらう。ここに乗ってもらうと結構このステップとかが軽くなるのと、このパンチのスピードが上がりやすくなるっていうので、結構この裏ももを使うっていうのが、キレとフットワークとか足の使い方が良くなるのでちょっとお勧めしたいんですけど、だからなかなかこれをじゃあ後ろに筋肉スイッチ入れてやれって言ってもなかなかちょっと難しいと思うんで、ちょっと入れやすいちょっとストレッチというか、僕なりに感覚を入れやすいやり方をちょっとトレーナーの方にもちょっとお伝えしてみたいと思います。ちょっと四股を踏むぐらいの感じでちょっと足を開いてもらって、でちょっと膝を曲げてもらいます。でその時にここ、ここの後ろのここを伸ばすイメージでちょっと膝を曲げると、で腰をちょっと後ろに引くようなイメージですね。ちょっとお尻をこういう風にやるんじゃなくて、ちょっとこっちに、こっちのまま前傾させるような感じですね。ちょっと入れてもらうとここが伸びやすくなります。でこの時に気をつけてほしいのが背中に力が入りやすくなるので、背筋が硬くならないようにお腹をなるべく柔らかくしてもらいます。お腹を柔らかくしてもらうと背中の力が抜けてここの大腰筋にスイッチが入りやすくなるので、うまいことこのハムストリングスにいい伸びができていい感じで使えるようになってきます。でここの感覚、これはあくまでもここを伸ばすちょっと感覚を頭で体で覚えてもらうためで、あとは例えばこのステップをするときにこの片足ステップでこういう風にここに乗るときにちょうどかかとからちょっと横を向いてもらっていいですか。かかとからこの膝裏でここのお尻、ここに一直線にまっすぐこれ乗っかるようなイメージですね。これでステップを踏んでもらって、そしたらここに結構体重が乗る感覚が出てくるようになると思うんです。これができてくるようになってくると、このステップでなって、例えば膝を曲げてもちょっとずつ裏ももが伸びるような感じで常に伸ばす感じですね。例えばステップインするときとかでもここを伸ばしっぱなしにして踏み込むときに、ここを伸ばして筋肉をシュッと収縮させて、ギュッてなって伸び上がるようなイメージですね。伸びた筋肉をシュッと着地するときに伸ばし直す、この繰り返しですね。だから踏み込んで伸び上がってもう一回踏み込んでパンチを打つ、でここの沈み込みで
このパンチのキレとフットワークと奥の裏ももの伸び上がりで常にやってもらうようにしてもらうと、結構軽くキレがよくフットワークとパンチっていうのが打てるようになるので、ここをイメージとしてはここ、膝の裏からここのお尻の付け根、ここに一本の線をつないでもらって、常にそこを伸ばすようなイメージでやってもらうと、パンチのキレとかフットワークのキレっていうのが良くなるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。フットワークした時に前足、太もも張らへんの？あ、張らないです。あ、そう。張るって筋肉痛。あ、そうそうそう。いや、もう長いです。重いとかそういう感じでもないですよ。練習後とか。練習後とか練習中とか。ないですね。師匠、じゃあちょっと息ってシャドウしてくれへん？ダメですね。すいません。乗ってんのこれ。でもいい感じです。お尻がやっぱちぎれてると。ちぎれたみたいな。感覚あんの？その後ろが引っ。前は疲れない感覚あります。あ、そう。へえ。あざっす。はい。